中井さん、ターンの練習ですか？これターンの練習。ターンってプロでも使うタイミングあるんですか？やっぱりターンは試合中いっぱい使うね。どういうターンがあるんですか？どういうターン、はい、基本的に4つターンあって、1つ目はインサイドでのターン、はいはいはい、2つ目アウトサイド、ほうほうほう、3つ目足裏、はい、うん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 、もう一つはクリロナチョップ、はい、って今言われてるらしいんだけど、はい、こういう、あー見たことある、こういうターン、この4つ、この4つ他にも、はい、ターンの種類言ったらいっぱいあるんだけど、はい、だけどやっぱプロの試合で使われてるというか、はい、通用するというか、うん、のは今言った4つかな。4つ、うん、なるほど。ターンってどういうタイミングで使えばいいんですか？ターンそれぞれやっぱ特徴があるんで、はい、今言った4種類にも使い分ける場面があるので、はい、じゃあ1つずつ説明していきますか？お願いします。はい、1個目のインサイドでのターンは、はい、またキックフェイントとかあると余計に使えるんだけど、はい、こう攻めてる状況で、はい、蹴るふりしてインサイド、カメラ側が攻め、こっちに攻めてて、はい、向かってるけど蹴るふりしてやめる、こっちが主導権を握ってる時だ。なるほどなるほど。自分に相手を動かすコントロールだったり、はい、まあ、もちろん打てれば打っていいんだけど、はい、無理だった時にやめるターンなんで、自分のやろうとしてることにできなければターンっていうか、そう、自分が主導権を握ってるんで、インサイドのターンは、はい、そういう特徴がある。特徴がある、はい、アウトサイド、はい、アウトサイドはこの状況からこうなるので、はい、ボールを取られない、あー、ボールを失わないっていうターンになるので、まあ、例えばこっちに攻めててもディフェンスがよりいい場所にいたら、はい、やっぱいけないので、うん、やめる。なのでちょっとこっちに主導権がある時、自分に最初主導権持ってやってるけど、はい、さっきみたいに自分がうまくコントロールできると思えばインサイドでいいんだけど、はい、あ、ちょっと無理かなと思った時にやめるのがアウトサイド、守りのターン、守りのターン。こっちの映像で見てると、うん、インサイドはディフェンスと自分の間にボールがあって、アウトサイドは相手の間に自分の体を入れてる。そう、ね、そう、そう、より失わないためにね、隠れるから。3つ目、足裏もどっちかっていうとアウトサイドに似てるから、はい、ついてこられてこの真後ろにターンする、インサイドとかも真後ろにはなかなか難しいじゃん。確かに確かに確かに。アウトサイドもちょっとこう2回ぐらいタッチしないと横っていう感じですよね。そうそうそう、体に対してこれだけはもう真後ろに行けるから、はい、より 100% で走ってると、はい、相手は絶対引っかかるので。あー、なるほど。でもこの後シュート打つとかにはなかなか繋げられないと思うから、はい、時間ができちゃうので、タッチした後に、うんうん、だからよりスピーディーな時とか相手を引っ掛ける時、はい、どっちかっていうとアウトサイドに行ってる、失わないためのターンが多いかな。真後ろに下げるから気をてらえるけど、自分自身もこのボールを見てないというか、うんうん、だから難易度が高いっていうとまた違うんですかね。これがでも一番簡単なんじゃないかな。あ、そうなんですね、うん、意外と一番簡単だと思う。突きができるんで、うんうん、読まれたら取られる。あー、なるほど。相手がターンするっていう風にこの人がターンするって思われたら、はい、こっから時間かかるんで、この人が読んでたら、うん、この間にかっさられる。あー、イメージ湧きます、うん、4つ目のクリロナチョップは、はい、意外と取られそうって見てたりして思うかもしれないんだけど、はい、意外と取られない。プロの試合でも、はい、左サイドでね、こうやってターンするんだけど、でちょっとボールがこう流れるじゃん、はい、取られちゃうかなって思うんだけど、はい、相手が意外とねこのボールに対してついてこれない。へぇ、はい、遠くてこれで意外と引っかかってくれる、プロの世界でも、プロの世界でもあんま取られたことはないかな。あ、そうなんですね、うん、この中で、あ、読まれたと思ったら、はい、なんか変えれるもんね、ちょっと。あ、なるほど、うん、クリロナチョップ行こうと思った後の選択肢が、うん、の猶予があるというか。そう、ある程度やっぱこっちに来てくれてないと、はい、まあ、中にも行けないし、ターンもできないので、はい、ちなみに中地さん的にその現役時代で一番使ったターンって何になるんですか、今の。使ったターンはやっぱりインサイドとアウトサイド、1個目2個目のターンだけど。そうなんや。こっちに攻めてて、はい、自分たちの自陣、はい、すぐそこにキーパーがいたり、はい、攻めるゴールが遠い時、はい、だからよりボールを失っちゃいけない時は、うん、やっぱアウトのターンの方が多い。やめようって、ボール失わない。なるほどなるほど、まあ、安全に行くというか。安全に、だってこれでこれ取られたら終わりだから。確かに確かに確かにで、より攻めてる時、はい、相手のうちらが攻めてて、はい、ゴールチャンスの時とかはこっちのターンの方が多い。インサイドの、うん、インサイドの攻めの、うん、やっぱこの2つは、はい、
もう特に使うんで、この2つはぜひ自分のものにしてほしいかな。なるほど。今聞いてて思ったんですけど、それその瞬間に判断するというかは体が覚えてるんじゃないかなって思ったんですけど。そうだね、体が覚えるかこの状況、この相手との距離で、このタイミングだったらインサイドだろうアウトサイドだろうっていうのを判断するんじゃなくて、もう体がそれを選択するっていうところまで慣れるまで使っていくみたいなのがコツだったりするんですか、ね。アウトの時とかもやっぱドリブルちょっとバーっていけばいいかもしれないんだけど、わざと相手が来るようにゆっくりドリブルしたりとかもするからね。ああ、なるほど。やっぱそういう感覚をやっぱ経験するしかないよね。なるほど、まあ、練習あるのみってことですね。でもやっぱ練習からね、例えばコーンとか置いて、はい、こういうずっとターンとか、はい、インサイドでターンとかこういう練習して慣れておけば、はい、試合中いざってなった時に使えると思うんで、うんうん、でターンの練習とかも取り入れてみると、はい、より試合で使えるかなと。ちょっと練習してみます、はい、ありがとうございます、はい。